旅です。私たちは青春18切符で郡山まで来ました。まあ間に合うとは思うが、宇都宮を経由してきました。今夜は郡山で一泊します。前回動画の続きです。郡山の夜を堪能します。前回動画もぜひご覧ください。お店を調べていたら郡山で美味しい老舗焼肉店、しかも美味しいホルモンが食べられるという情報をゲットしました。だから移転後の新しい店舗。もともと駅前にお店を構えていたらしいのですが、移転したそうです。それがこちら、ホルモン焼き味堂。はいよ。さあ郡山にて二次会を始めます。キンキンに冷えた瓶ビールで乾杯。昼からのお酒がリセットされた瞬間、うまいよね。こちらがメニューです。ホルモン550円から。こちらがドリンクメニューです。焼肉のタレとごま油、割り箸、取り皿、おしぼり、ラップをかけて用意してくださってます。お通し、お通しのサラダ美味しそう。お通しです。いただきます。海藻とつるむらさきのような粘り、さっぱり甘酢で美味しい。鉄の鍋、ジンギスカンを焼く鍋です。手入れがいいですね。火はガス火。初手豆もやし、焼肉屋さんにあるような赤いタレの豆もやし。ピリ辛と酸味、ごま油で美味しい。肉と一緒に食べたいやつ。最高のエンジンがかかりました。ホルモン、キャベツ付きです。トングは卓上にあります。さあ焼いていきますよ。結構量が多いです。キャベツは周りにジンギスカン仕様。わかりました。レバー焼きすぎず表面をさっとかぶり、ごま油でいただきます。これがレバー。これがレバーです。薄いスライス、美しいですね。そうこうしているうちにホルモンがいい感じに焼き色がつくまでもう少し焼きましょう。タレつけた方がいいのかな。味堂さんのタレは自家製です。ちょいつけていただきます。お味はどう？ホルモンの味付けは最小限。タレをたっぷりつけても負けないホルモンのうまみ。これはこれは美味しいですよ。タレも美味しい。タレも美味しいの。そうなんです。なんといってもこの自家製のタレ。すげえ醤油がキリッと効いてる。甘さよりも醤油のキリッとさが際立ちます。タレで酒進んでいく。さあレバーを焼いていきます。ミディアムレア加減がベスト。緊張します。ミディアムレア。おーやばい、焼きすぎているかも。レバーの味はどう？当然のことながら臭みは全くなし。もっとレアでいいですね。思っている以上に一瞬で焼かなければ。焼きますよ、ひっくり返しますよ。ノーカット、一瞬でした。今度はどうかな。
うん、美味しい。このうまさ笑うしかない。レバーの後にさっぱり豆もやし、これがね最高です。2杯目は宅配ボール。美味しいホルモンとタレの味、京丹さんの宅配が合うよね。うん、美味しい。うまいよね。うまい。そう、肉もうまいんだけどタレもうまい。そうです、このタレの虜になりました。こちらがタン。すっごいうまそう。でもなんかまとってるね。塩だれのようなものがまとってます。ジンギスカン。ジンギスカン生ラムです。キャベツ付き分厚い綺麗なサシの入ったジンギスカンです。じゃあいいじゃん。タン見てください、このツヤツヤな色気。タンは提供までに時間がかかるとのことです。その都度カットしてくれてるのかな。一口食べればもうびっくりですよ。食べて。よく食べるタンの食感を想像してください。それをはるかに上回る柔らかさ、そして絶妙な塩タレ加減。酒を飲む選択肢以外ない。このまん丸、可愛らしいまん丸は卵焼き。ふわふわを超えてきてます。ふるふる、ふるふるだね。ふるふるを壊したくないからそっといただきます。ギャップ、ギャップとはまさにこのこと。出汁感強めで塩味が効いています。見た目に反して酒が進む味。マヨをプラスすればさらに酒加速。3杯目の角ハイボール。3杯目かな、うん、この角ハイなんか美味しいんですよ。氷もね美味しい。ではでは、お待ちかねジンギスカン生ラムを焼きます。私たちジンギスカンには目がないですよ。タレにつけてるかもしれないけどね。このタレに合うとかすべてのお肉がそうなんですが、厚さが均等で焼いてもムラがないんです。これですよ、見てください、美味しそう。食べる前、匂いでもう美味しい。ワイルドなジンギスカンというよりはほのかに香る。ジンギスカンが苦手な人でも食べれそうなイメージです。噛めば噛むほど旨味と脂がジュワー。角ハイとうまい肉でこのまま夜が更けてもいい。このわんぱく食いの旦那さん、今すぐ米をかき込みたい衝動に駆られていることでしょう。キャベツをつまんで肉をつまんで角ハイの無限ループ。米はなくてもいいですね。じゃあ、酒で味変したくなるのが酒飲みの私たち。マッコリ。少々お待ちください。甘いマッコリはもはやデザート？いい感じ、いい感じ。美味しい。ね。はい。名残惜しいですが。最後チビチビといただきます。じゃあおのおのいただきましょう。味蔵さん、肉質はもちろんカットの仕方、さらに下味が最高にちょうどいい。肉本来の旨味を邪魔せず、なおかつ自家製タレが引き立つ。タレに全て計算し尽くされた焼肉屋さんです。しかしこのタレ、ね、マッコリにも合うな。お値段も安いです。接客も雰囲気も最高でした。大満足。最高でしたね、ごちそうさまでした。さあ2軒目。まだまだ郡山グルメを堪能しましょう。福島県と地元郡山の郷土料理がいただけるこちら。居酒屋安兵衛。地酒色とりどり。私たちは2階席、掘りごたつのお席でした。こちらがメニューです。福島食材ずらり、メニュー数がとにかく多いです。
福島県は果物も有名ですね。お酒の種類もとても多い。神棚がある。神棚がありました。こちらのお店に来てまず思ったのが、内装がとにかく素敵です。この古民家のような雰囲気だけでも美味しくお酒が飲めそうですね。イカ人参が落として皆さん、イカ人参ってご存知ですか？この名の通り、イカと人参、はい、福島の郷土料理、それがお通しです。早速嬉しい。グラスもイカしてるね、なんかいいね。ワイングラスも地元ワイナリーのオリジナルかな。オーセと書いてある。バンデ・オラージュ・シャルドネ、地酒もいいけど白ワインをチョイスしました。いいね。なぜならこのワイン、郡山唯一のワイナリーで作られたワインなのです。これぞ地元でしか味わえない出会いですね。さあ、福島食材へ乾杯。お味はどう？香り高く、芳醇という言葉が似合う白ワインですね。一口飲めばフルーツの濃厚な甘さと少しの酸味、若干渋みっていうか、なんか一気に冷えてますが、赤ワインのような芳醇さ、白ワインなのに渋みすらも感じます。いろいろ味の表現が癖強め。郡山市唯一のワイナリー、初めて飲む味と感覚、ね、素晴らしいですね。お通しのイカ人参をいただいてみます。スルメイカと人参を細切りにして、ザラメと醤油の甘いタレに漬け込んだものです。わあ、これ簡単でうまいね。ちょっと固めっていうか、干したスルメイカと少し固めの人参、これうまいわ。食感が楽しいです。これはうまいわ。甘じょっぱい中のイカの塩分がいい感じ。イカもいいね。和だけど白ワインにもよく合います。めっちゃうまい、ね、濃い刺し、濃いのお刺身、濃いのお刺身、郡山特産、郡山産の濃いです。郡山は昔から濃いの養殖が盛んだそうです。生で濃いを食べるなんて初めて。どんな味でしょうか？分かる。見ただけで油ツヤツヤ。油絶対乗ってそうだよね。わ、油乗ってる。え、なんかね、淡水魚。油の乗り方が海の魚のような。食感は強いです。ハマチのような食感。どう？全く癖がなく、油を楽しむぐらいの勢いです。こりゃ酒進みますね。白ワインやや常温になってくると、より甘さが濃厚になる。安兵衛名物の一つ、山芋とチーズ、絶対に美味しいやつです。鉄板スタイルが特徴。熱々ですよ。熱いこれ。熱々よ。気をつけて。なかなか飲み込めない。味は美味しいよ。熱すぎてしばらく喋れませんでした。三種食べ。会津地鶏もぜひ食べたいですね。レモン吐きちゃおうか。上から胸、もも、ささみです。レモン、梅肉、味噌だれがついています。胸からいただきます。うま、う
噛み応え抜群です。でもこの下味っていうのが、下味の塩がより旨味を引き立てますね。桃をいただいてみます。うん、噛めば噛むほどに旨味が出てくる。わかる。地鶏イコール油が乗っているイメージですが、油ジューシーよりはしっかりした噛み応えの肉質。ささみも淡白ながら強い噛み応えです。添えられた梅肉が合いますね。鮭、進む。はい、じゃキャベツ餅。キャベツ餅。キャベツ餅。なんか揚げ餅みたいな。そう、揚げ餅に。感じなのかな。郡山のソウルフードです。キャベツ餅ちょっと中華みたいな。揚げた餅に醤油ベースのキャベツあんがかかっています。これ絶対食べたかった。お味はどう？お餅がサクッと揚げたて。あんは鶏ガラの醤油味です。これあれじゃん、あ、この大きなキノコ、これは福島食材のジャンボナメコ。とっても大きいジャンボ。このナメコがまたいい味出してるんですよ。肉が入ってないのに満足感あります。あんが美味しい。とろみ加減が最高にいい。これでね、最後、今日はワイン最後の一杯、名残惜しい。福島食材贅沢ピザ、福島食材が乗った手作りピザです。メイプルサーモンも食べたくて注文、タバスコもあるから、具材もお値段も最後に贅沢しちゃいました。生地から手作りだそう。耳がクッキーみたいです。あ、クリスピーかな、クリスピーよりも分厚い、うん、トマトソースにナス、ジャンボなめこ、メープルサーモン、チーズにフレッシュなバジル。このピザ、チーズの主張よりも福島食材たちが圧倒的に主張してきてます。あ、ちょっとちょっと、そして重量感のある具材を支えているこの生地があっぱれ。やや濃いめの味付け、具材おのおのにしっかり味がついています。つまみ、食べる場所ごとに違う味。これは美味しい。お腹いっぱいだったから食べるの迷ったんですけど、食べて大正解。もう思い残すことはありません。はい、じゃあごちそうさまでした。福島食材と郷土料理が堪能できてよかったです。ごちそうさまでした。さあ本日の締めです。松屋本店駅前店、郡山ブラックという真っ黒な醤油ラーメンが食べられます。メニューは3種類、郡山ブラックの他に濃厚新醤油味、煮干し中華そばがあります。郡山ブラックだね。これが郡山ブラック、伝、伝統という意味。黒いです。表面には油がたっぷり浮いていますね。そして麺は縮れかストレートが選べます。これは縮れ麺です。初めての郡山ブラックのお味はどうですか？甘みがある。まず醤油の甘さを感じました。決して濃くないスープ、キレも感じる。黒い醤油は独特な癖はなく、鶏ガラのスープとの相性が優しいです。そしてこの縮れ麺が油をまとったスープによく絡みます。この醤油と鶏ガラの風味、むしろあっさりに感じるほどです。私はストレート麺にしました。ストレート麺はどう？旨味たっぷりのスープを麺が吸う感じ？なんだかうまく表現できないけど、とても美味しいことは確か。個人的には縮れ麺の絡み具合の方が好みです。初めて食べる味なのに、昔ながらの中華そばを食べている感覚にもなる。こっちがストレート麺、このスープはどちらの麺にも合います。コーツつけがたい、これは完全に好みです。ストレートもうまい。
このストレート麺、小麦をしっかり感じるんです。どちらの麺も麺自体が美味しく、どちらもブラックなスープに合うなんて、このラーメンすごすぎる。でこのチャーシューがねまたね薄いながら大きくて柔らかそうなチャーシューが2枚、ペロリいっちゃうよ。郡山ブラックの存在は初めて知りました。福島県は喜多方ラーメン、白河ラーメンと人気ご当地ラーメンがありますが、郡山ブラックも肩を並べていますね。奥深い黒い醤油ラーメンはお腹いっぱいでもスルスルと完食できました。これはまたぜひ味わいたい一品です。ごちそうさまでした。増屋さんは夜の営業時間が18時から3時までです。締めに嬉しいですね。さすがにお腹が苦しそう。慣れちゃったね。買いに行ったの？恐るべき食欲。でもね、シュークリームは買わずに代わりにいいものをねゲットしました。サクッとシャワーを浴びてちょこっとだけ堪能します。私の別腹タイム。横でね旦那様寝ています。セブンイレブンで桃のお酒をゲット。これはね関東では見ないやつ。福島でぜひ旬の桃を食べたかったんですけど、これで十分。まさに桃って感じでした。めちゃくちゃうまい。グー。おはようございます。ぐっすり寝て朝ランニングに来ています。ため池がある公園、ぐるっと一周お散歩コースがありました。蒸し暑くてミストサウナみたい。昨日のお酒抜けたかな。朝日が癒されます。シャワー浴びて朝ビールが飲みたいです。この瞬間最高。忘れもないね。そば食い行こう。郡山を離れる前に朝ごはんを食べたいと思います。そばの神田で390円。まあ、冷やしもあるし、どれも安いですね。おそおにぎりにくついてる。メニューがたくさんあって迷う2人。天ぷらの卵、うん、そうだね。お腹も空いてるからね。決まりましたか？入店。入った瞬間、鰹節の出汁の香りでふわーっと包まれました。天ぷら卵そば。たぬき。おにぎりのそば。たぬきわかめそば。おにぎり2個。黒いおつゆに黒いそば。私の地元のお蕎麦もこんな感じでした。懐かしい。蕎麦はやや太めで柔らかめです。美味しい。優しい。おつゆは色の割にとっても優しい。卵を割る瞬間いつでも最高。おにぎりをいただきます。おにぎりとおそば、最高の朝ごはん。朝ランしてよかったですよ。私も思わずおにぎりにかぶりつきます。
カリカリ梅、うんうんうん、優しいお蕎麦でエネルギーチャージ。じゃあ、ごちそうした。美味しかった。ごちそうさまでした。郡山最高でした。郡山ありがとう。なんかお台場の立派な建物は郡山市ふれあい科学館スペースパークだそう。今回の動画はここまでです。福島駅で乗り換えをしていよいよ仙台へ行きます。仙台でも食べまくり飲みまくるぞ。楽しみです。出発。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録高評価いただけると励みになります。コメントもどんどんお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。りくたびでした。またね。